YouTube どうも KP です。監督です。そんな面白い、え、何がですか、あんなさ、はい、暴走行為を。いや暴走行為じゃないですよ、あれはもう違う、あのタイムスリップ。あれはツーリングだ。ツーリングです。ツーリング、ツーリングです。クルージング、クルージングです。一番かっこよかった車教えてよ。一番かっこよかった車、ニワちゃん的な。俺的にですか。俺的に自分と同じマーク2で、うん、なんかあの鉄筋を履いたマーク2がいたんですよ、うんうん、その人のマーク2が個人的に一番ツボだったかなって思います。ゆうちゃん的には。私っすか。ジャパンです。はい、ジャパン。4月のね、渋谷にね、あの撮ってきました。監督です。あ、そうなの。ケピーです。ゆうちゃんです。そのね、ちょっと今回は思考をちょっと変えて、ここ今いじるとこだったんですか。いや、あえてもあえていじらない、そう、あえてスルーしようかなっていう。そう、まあ、あの今回はね、渋谷行ってきたんですけど、あ、ちょっとあのかっこいいですよね。いつも人の話遮るのに遮らないでくださいのところ。そう、すごい。そう、まあ、そう、今回ね、あの渋谷撮ってきたんですけど、まあ、ちょっとね、最近っていうか、まあ、ずっと前から思ってたんですけど、渋谷をね撮るのに、第一渋谷撮るのに、あのみんな何が見たいのかなっていうのが俺すごい疑問で、だから何を撮っていいのかなっていうのをね、ちょっと皆さんにこう、そこまでいくと 見たいか見たくないかになる。まあそうですね、やっぱ来てる車だよね。まあ、そうだからこう今日みたいなね、俺がこう今回30分くらい頑張って撮ってたんだけど、でこういう映像を撮りたい、あ、見たいであれば、まあ今後も続けようかなって思うし、ね、でもこういう映像ってさ、いっぱいあるじゃないですか、他の YouTuber が撮ったりとか。自分頑張ってアピールされるとみんな困るんじゃない。いや、頑張ってはないですよ。ただこういう映像をまあ普通に撮ってたんですけど、ただこういう映像撮ってる人ほらいっぱいいるから、まあだからその、いや、ほら YouTube で撮る必要あるのかなみたいな。あ、そっちの疑問になっちゃった。そうってなってるんですよ。だから皆さんはどうなのかなみたいな。まあ、だうちのチャンネルでこういうのが見たいっていうのはであれば、まあ撮ります、撮り続けますみたいな。 YouTube からローライダーとかさ、第一渋谷を知った方もいらっしゃるんだろうからね。でもあれじゃない、なんだろう、YouTube じゃないとできないことってきっとあると思うんだ。そうだから、それをまあなんか例えばね、なんかこういうのがやってみてほしいとかね、うん、あればそのそうやりたいなとは思うんですけど、うん、だそれをねちょっと皆さんにこう意見欲しいとかね。 D1SBY のね。そう、なんで女の子って言ったの。いや、ちょ女の子撮ってないですよ、ソアラ撮ってたんですよ。このソアラ好きなんだよな、この方が。うん、いいっすよね、サンバルソアラ。まあでも今回の4月の第一渋谷はね、結構車多くて。そうだね。そう、びっくりしました。まあ暖かくなったっていうのもあるし、うん、一応こう、まあ、一時的にね、そう、まあ解除されてるしね、解除もして久々だしね、うん、マジめちゃくちゃ多かったっすよね。何台くらいいたの。何台くらい。今度じゃあさ、監督があれじゃない、野鳥の会みたいにさ、カチ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 野鳥の会、あれね、あ、でもそれだってその会によって違うじゃないですか。まあまあまあ、まあ、だから今日5月は何台みたいな。あ、それは250いたらすごい。まあそうですね、すごいですね。もう外野がすごいいっぱい入ってきて、しょうがない、しょうがないね、これ場所ないから。そう、誰か場所くれって。あの、そうだね、なんか事務所的な、 ね、事務所あったら楽なんだけどね。 1K でもいいからね。もう借りてこいよ。これですか。どうせあれだろ、でも来月ゴールデン、ゴールデンウィークはね、俺ら行けるか分かんないんだよな。なんで。なんかいろいろどっか行ってるかもしれないです。土曜日って何日。分かんないです。え、 1は行けるな。行ける行ける行ける。でも1ってことは2日に被るってことですもんね。え、だから1の夜ってことですよね。あ、1の夜ね。だから2日になるってことじゃないですか。でも2日にあるのはまだほら昼か夜か分かんない。まあ昼だと思うんですよね、デコトラだから。もしそこの状態で行けば、はい、で昼だからまあ行くかちょっと分かんないけどって感じですけど、まあ行くっていうに決まってますよ、ね。で第一渋谷の話だよね。まあそう、第一渋谷の話、ね。だからみんながどういう、ね、まあそう、どういう感情で見てんのかなみたいな。いや、まあね、ローライダーだなーってゆっくり見てる。あ、いいね、いいっすよね。
でも今回ね、ああいう渋い車いっぱいいたんですよ。ね、そうね、そう、なんかクラシックカーっぽいのとかね。そうそう、結構いて。好きそうなの結構走ってるね。そうだ、今回ね、よかったな。これとかもなんかめちゃくちゃかっこいいんですよ。あー、これ飛んだり跳ねたりしないもん。あ、しないしないしないし、かっこよく走れるけど。あ、俺もこういうのとかいいですね。俺もこれ好きだね。なんかいや、ギャングじゃなくて、なんていうマフィアっぽいっていうか。なんで最近マフィア推しなの。ゲームね。グランドセフトオートの話なのか。じゃじゃ、でもグランドセフトオートはギャングっすもん。でもギャングっすね。ギャングあ、そうなの。うん、今回トラックも多かったです。うん、トラックも多かった。トラック多かったんだ。へえ。名古屋から。え、何トントラックが欲しい。500トントラック。アンドリーガル飛ぶんですね。そう、アンドリーガルね、結構やっぱね、でも多分ね、飛んでるとことか、ひねってるとことか、アクションしてるところはやっぱりみんなね、見たいだろうけどね。見たいと思うんだね。まあでもそれはもう俺じゃなくてさ、もうほら、もう向こうのじゃあ多分さじ加減じゃない。監督が首からアクションしてっていうさ、飛べって書いてくる。下げておくの。ああ、まあそれあるけどね。アクションして。あ、いい。あ、それいいっすね。ボード、あ、そうですね、うん、YouTube、 YouTube だよ、撮影中っつって。そうそう、ああ、確かにそれいいっすね。だでも YouTube 嫌いな人がいたら引かれるかもしれない。あ、そうだ、ね、あ、でも俺一回引かれそうになったんですよ、俺マジで。いつ？ここグッつって俺の方に寄ってきて、うん、あの、うわーってなりましたよ。あれじゃない、なんか3とかやるときとかじゃなくて。あ、いや違う違う、普通に蹴る。うわー、なんだってなりました、ね、知ってる人だった。いや、全然知らない人っす。じゃあ単純。いや、わかんない、もしかしたらまあ普通にこう撮ってるから、あの、やってくれたのかなみたいな。黄色いアメ車って全部タクシーに言う。あー、イエローキャブ。でもあれよ、あそこ3台黄色みんな違うの。そう、若干黄色は、ね、分かるけど、それは分かるけど、フォーカスは黄色で、フォーカスで来てなかったからですけど、うん、俺やっぱ個人的にやっぱあれね、はあ、やっぱりね、ヨーロッパ車派だからね。あー、個人的にね、うん、アメ車かっこいいけどね、うん、まず買えない。まあね、でもさ、なんかここにさ、あんまいっぱい、なんだろう、ボンブとかは来ないですよね。鼻水出ちゃいそうだったボンブ来ないんですよ。来ないですよね、全然ボンブ系。でも来る時は来るよね。まあ来る、でも1、2台とか3台とかじゃないですか。あ、これが名古屋の人？これ可愛いよね。あ、そうなんだ、うん、これそう。で、俺の隣で女の子と、あの、カップルがさ、うん、ずっと見て、あの車見て、うわ、可愛いって言ってて、うん、あ、俺もああいう車、女の子の真似して。もういい、いいんですよ。じゃあ俺もちょっとやっぱああいう車乗ろうかなっていう決意がね、ちょっと固められそうになったっていう話が。やっぱりね、あのね、女の子が可愛いっていう車に乗る、うん、やっぱ乗りたいなっていう、勝ち組、うん、そう、勝ち組になれるんですよね。嘘、こういうこの車とかね、こういう車。俺 iPhone の待ち受けはあのベンツにしてんだけど、のあの女の子がいる飲み屋で、はあ、不意にこう画面がこのメール LINE とか、ベンツ乗ってるのって言われるんですか。あー、おう乗るかい。なるほどな、乗るかい。そういう感じか。でもね、やっぱりこうこの辺の交差点でやっぱ見てるね、女の子とか、その興味なさそうな男の子とかも、なんかかっこいいとか言ってて、あ、これかっこいい、ね、これあー、これね、これね、左ハンドル。そう、でも俺あっち気になっちゃったんだよね。あっち気になっちゃったね。これね、左ハンドルなんだよね。こっちの凄さは分かんないですよ、これね、トヨタバンっていうやつらしいよ。え、トヨタバンって言うんですか。そう、へえ。びっくりする、びっくりする。トヨタバンらしい、トヨタエースとかじゃないですか。ライトエースとかじゃない。へえ、バンって言うんですか、向こうの。へえ。なんかカーセンサーに1台だけ出てる。あ、マジっすか。買おうかなと思って、120万ぐらいし。ああ、なんか安いのか高いのか分かんないですよね、もう。安いんじゃない。安いんすか。でもあれ買うんだったらアストロだろみたいなさ。あ、これね、うちのあのお店の裏にねいるポーター、ね、ご近所を通りますよね、この人ね。あ、そうなんだ。そうそう、たまに見かけるの、そう、その辺に走ってる、あれってなるね。そう、あの人だってなるね。あの人結構いるんですよ、あの人。まあ近所で普通に普段使ってるだろうからね。なんかにわちゃんのおすすめの車いないの？自分のおすすめの車は一番最初に言ってたシルビアのホイール履いてた BM です、うん、あれ気持ち悪いよな、うん、あれめちゃくちゃかっこいい。あ、でもこのスープラも俺好きでしたね。だからお前はもうあれじゃんローライダー関係ねえじゃんあ、でもまあローライダーで言うならあの緑色の68っすね、ファストバックになってた。 あれは俺個人的に好きなんで。ゆいちゃんは？はそうだね。いや、でもやっぱりあのフォーカスのねセカンドの62のワゴンはさ、あ、62ワゴンね、いつ見てもちょっといいなって思っちゃうんだよね。
古いあれだよね。すごいよねワゴンってね。あでかいっすもんね。わけわかんないもんね。俺これが好き。あーいいっすね各風呂。これが好き。あれがいい。あれ欲しい。真っ白でした。これもみんなねかっこいいんですよ。まあかっこいいっすけどね。まあでもほら、にわちゃんは守りに入んないからさ、批判するでしょ。え、何ですか？なんか車批判してる。あ、もう終わっちゃう、もう終わっちゃったわ。もう終わっちゃった。何やってんの、バカ。何、何、何、もう閉めましょう、閉めましょう。あ、じゃあチャンネル登録とグッドボタン、よろしくね。意見みんなくださいって、みんなが言ってくれればちょうどよかった、ね、スペース、バイビー。バイビー。グダグダ。